こんにちは、村の鍛冶屋の矢渡です、今日は刃物を研ぐ前に準備してほしいことをちょっとやってきます、刃物って言っても包丁があったり、ナタとか斧ですね、こういったのがあるんですけど、これを研ぐ前に準備していただきたいことをちょっと説明します。なんで刃物を研ぐかっていうのをまず説明します。糸、刃物って一番最初はこんな感じでとんがってるんですけど、使っていくうちにここが丸くなってきます。これがいわゆる切れなくなるっていうことなんですけど、これをこの部分ですね、ちょっと見づらいですけど、この部分を研ぐことによってとんがらせる、切れ味を良くするっていう形です。であと特に次に説明するのが包丁ですね。包丁の、今こっち側をとんがらせるっていうのを説明したので、今度こっち側、刃の横から見た部分ですね、まず粗と100番から300番ぐらいのやつあるんですけど、粗とでまず研ぐと、ここの表面が、上、超顕微鏡で見るとこんな感じに、ノコギリみたいになるんですね。で、そうすると、ノコギリの数がこれしかない、3つだとしたら、ここが丸くなっちゃうと切れ味がやっぱり悪くなるっていうので、この次に、中戸って呼ぶやつで、1000番から2000番ぐらいのやつなんですけど、それによってこの山をちょっとずつまた細かくしていきます。そうすると数増えますよね。で、これでも切れるんですけど、やっぱり包丁とかやってほしいのは最後に仕上げ、3つ目あります。仕上げっていうやつがあります。それをすることによって、ちっちゃい山がいっぱいできるよと、そうすると切れ味がすごい良くなります。で、なおかつ、持ちます。これすぐ、この数しかないんですぐ切れ味悪くなっちゃうんですけど、これがあれば切れ味がずっと長く保てるっていうことで、できれば包丁は仕上げの砥石を使ってください。私にもいろいろあって、まず1回使うと砥石って必ず丸くなります。ここ削れます。それなんで、ここ削ったとこで2回目3回目やったとしても、これ結局丸いとこをずっとやるっていうような感じになっちゃうと、結局とんがらないです、先っぽが。それなんで必ずここの部分を削ってほしいです。もうそれこそ1回研ぐごとに、で必ず綺麗な形、平らにした形で砥石をちゃんと平らにして、これで包丁とか、それこそ斧とかも研げますんで、やってください。この丸いのを直すのに面直し砥石っていうのがあります。これでガリガリやると、ここが削れますっていうのでやってください。で基本斧とかナタは1000番ぐらいの砥石があると、ほぼ問題ないです。刃が欠けたりした場合はやっぱり120番ぐらいのやつで、研ぎ直しするっていう方がいいんですけど、普段使っているんであれば、ちょっと切れ味悪くなってきたってなれば1000番の砥石で、十分です。あと、いろいろな種類の砥石があるんですけど、便利なことに、こうやって220番と1000番がくっついているやつとか、1000番と3000番がくっついているやつとかありますんで、これはこれですごい使いやすいです。コメントでやっぱり安いのはダメですか？砥石ですか？砥石はやっぱり、砥石、安くてもいいんですけど、安いとこの削れるのがすごい早いです。なんかめっちゃこうなるのが早いです、安いと。先端が欠けた場合はどうしたらいいでしょう？先端欠けた場合は、
一番最初に説明したこれ、ここが結局、ま、かけるということはこんな感じになるわけですよね。こっちこの方向から見たときで、結局ここを全部削るっていう感じです。で、削るのもやっぱり120番とかの方がやっぱ削りやすいんです。まあその分粗くなるんで、必ず仕上げとかを使って研ぎ直してますです。じゃあこれをなんでこうなるかっていうのをちょっと、じゃあ研ぎ直しを今からやりたいと思います。でちょっと説明すると大事ですかね。これさっきこう、研いだばっかりのやつです。そうすると多分ここだけが使ってるんで、これ今鉛筆で丸書いてますけど、ここだけが多分使ってるんで、まあ、この直しで削るとわかりますかね。ここは使ってあんまり使ってないんでやっぱ削れるんです。やっぱここがえぐれてるんで、あのこの線だけ残っちゃうっていう。で基本ずっとこれやっていけば、さっき見せた図のようにこのようにあのやっぱ削れてくるんで、こっち側が今削れてますよね、ここが。っていうので必ず真っ平らにしてから包丁とか斧とか研ぐようにしてください。はい、とりあえず今日は刃物を研ぐ前に準備することです。これをまず平らにしてからやってください。じゃないと何回研いして研いでも切れないです。それを注意して皆さんやってみてください。それではじゃあまた来週、今度は研ぎ方説明します。ありがとうございました。ありがとうございました。